八谷頼高。八谷頼高は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、織田信長の家臣、大海飛騨城及び岸和田城主、後に鶴賀城主、橋橋を授けられた後は、橋場鶴賀寺重とも称した。八谷氏は、時氏の一族であり、美濃国家も軍、八谷村出身の土豪であるとされるが、頼高自身の出自は不明。 より高は、織田信長の古くからの家臣であるが、信長に仕える以前の経歴もよくわからない。信長後期の工事のみの斉藤義達の資格の記述において、庭平蔵が取次役として金森と八谷を指名していることから、金森長近と同じく、身の出身で、かつて斉藤氏に仕えた経験があった可能性はある。天文21年、1552年。 赤塚の戦いにおける、信長側の足軽衆の頭として、内藤翔介や長谷川京介らと共に、八夜藩谷介なる八夜生の人物の名が見られるが、頼高との関係性は不明。a 六年間には選抜された黒滅衆に名を連ねる。つまりこの頃、信長馬回りだった。永六二年、1559年に信長が、 初めて上洛した際に80名の随行者の一人として同行。この時、斎藤義達の命を受け、信長を暗殺しようと追いかけてくる、美濃州の集団がいたが、清洲の庭平蔵というものの起点で彼らの目的が判明し、平蔵は金森長近と頼りに、これを通報。信長の命を受けた長金と平蔵は資格たちの宿に行ってすでにことが露見していることを告げて、 木呂見を阻止した。A61 年、1568年の信長の上洛においては、武将の一人として一体を指揮。柴田勝家、森吉成、堺聖将と共に先陣を命じられ、岩成友道の籠もる昇竜事情を攻めて、協力して敵の首五十余りを打ち取った。上洛後もこの四人組で景気の政務に携わった。 同年10月12日には某所に金星を掲げ、11月5日には、不見未相、追友主座事業文の名主百省に、年貢、諸生物を、周越主座に収めるように命じ、A62 年、1569年1月24日には、九行、飛鳥正厚より、本教寺に陣取りしないように頼まれる。さらに四人組に、佐久間信森や和田これ政を加えての政務も見られる。 a 十一年十月一日、とんだ高やしん、寺に下された政策を確認し、a 十二年二月一日には、金剛寺が、三好三人衆に味方したことを責めて、罰として、兵糧米宣告を付加し、同月二十一日には、堺接州の上司を務める等々。この頃すでに頼高は、信長の代表的な武将の一人となっていた。a 十二年八月、 大川地上の戦いに従軍した。元気元年、1570年6月、信長の江北出陣に従軍。21日に、浅井長政の小谷城を攻めた後、虎御前山に登って、一世の陣を構えた信長は、柴田勝家、佐久間信盛、木下秀吉、庭長秀、頼高、及び、大見国内から参陣した諸将に、村々、 谷云々の隅々まで焼き払わせた。元気三年、1572年4月、三好義次が松永久秀夫子と図って、畠山秋高と対立すると、久秀は畠山武将、安見新七郎を攻めてに取り出を築いたので、信長の命令で、柴田勝家、森吉成、堺聖将、頼高、斎藤理事、稲葉一徹、宇治家直重、 安藤森なり、不破工事、丸も長照、高津根のり、岡室町幕府十五代将軍、足利義明敗下の諸将も加えて、三好、松永方の方の城を行為、方の城を後ろ巻きしたが、敵は風雨に紛れて脱出した。同年七月、再び、江北出陣に従軍し、信長着難、信忠ウィジの小谷城攻めに参加して、小谷の町を破った。 元気4年、1573年2月、吉明が信長と対立して、放棄を促したので、柴田勝家、明智光秀、庭長秀、頼高の4章は、大海石山城、城の攻撃を命じられる。甲賀、伊賀州の子る大海石山城の大将、山岡慶友は降伏し、26日、砦は破却された。29日、教習を受けた今方田は、 光秀と長秀、より高に攻撃されて落城した。同年3月29日の信長の慶出陣に従い、吉明を脅迫するために、4月2日、落外の自社関連の建物を除外して、家々に放火した。吉明は、一旦これを無視するが、翌日、状況の町を焼き払うとたまらず、和議を申し出た。同年7月、 その義明が再び挙兵して、二条御所には、日野照介、高倉久志将、伊勢貞沖、三淵藤秀らの書章を置き、自らは、牧島城に牢城すると、信長に従って出陣して、義明を追放した。信長は7月28日に、天章への改元を行った。天章元年、1573年8月、越前朝倉攻め、一条。 国上の戦いに参加。18日夜、小田家諸将は、朝倉勢の退却を見逃し、信長は、馬回りだけを率いて、朝倉勢を追撃したが、頼高も遅れを取って、失跡を受けた、諸将、滝川一増、柴田勝家、庭長秀、橋場秀吉、稲葉一徹の一人だった。なお、この時に、佐久間信盛は恐縮もせずに自慢話をしたといい、これが、 後年の石管状の在場の一つにされている。同年九月、北伊勢攻めに従軍して、信森、秀吉、長秀と共に、西別所城を落城させたが、その後も抵抗を続けた、白山の中島証言を攻めて、降伏、退居させた。天正二年、1574年三月、東大寺の乱邪町切り取りにおいて、花は直政、菅也、長頼、佐久間信森、 柴田勝家、庭長秀、頼高、荒木村重、竹雄安、松雄館、織田信須が特使として派遣され、武行を務めた。同年七月十三日、信長、信忠が諸将を動員して、伊勢長島に出陣するとこれに参加。佐久間信盛、柴田勝家、稲葉一徹、佐道不伏と、が取り口を担当した。その後、勝家、一 定道と大鳥以上の降伏を認めずに攻め立て、8月2日、激しい風雨の中を脱出しようとした男女1000人ばかりを切った。9月29日、兵糧攻めに耐えきれなくなった一向一騎勢は、降伏すると言って、長島城を退去したが、信長はこれを許さずに囲いに追い込んやき殺し、鎮圧した。天正三年、1575年8月。 前年1月より続いていた、越前日光一騎の総統選に参加した。天正四年、1576年4月14日に、石山本願寺が、再び挙兵したので、機内の軍勢が動員される。本願寺勢は、天皇寺砦を包囲したので、5月5日、信長は救援のために、軽装のまま出陣。信長は別れで軍勢を揃えて一戦に臨んだが、頼高は、 滝川和増、橋場秀吉、庭長秀、稲葉一徹宇治家直重、安藤森成と共に、第二陣に入った。天正五年、1577年、西風目において、2月10日、終わり、美濃の軍勢を率いて出陣する織田家当主の織田、信忠に、大宮一軍飛騨城を宿舎として提供した。この頃、頼高も、宿将の一人として、 琵琶湖沿岸の城を与えられていたことがわかる。軍勢は、信長の松京都に集結し、十三日に出陣するが、悪天候で、しばしば順延した。同年三月一日、信長は、滝川一増、明智光秀、庭長秀、頼高、長岡藤高、筒井淳慶に、鈴木重秀の再下城を攻撃させた。同年八月に、松永久秀が反逆すると、 9月、再び出陣した信忠に、飛騨城を宿舎として提供した。天正6年、1578年4月4日、信忠に従って、大阪へ出陣。五、6日、諸将と共に、石山本願寺攻めに加わり、無苗を投げ払って帰陣した。同年6月、再び信忠に従って、針馬国に従軍し、同月27日、滝川和松。 稲葉一徹、頼高、筒井淳慶、武藤清秀、明智光秀、安藤森成、宇治家直重、荒木村重で、歓喜城を攻撃した。激戦の末、道場は7月16日に落城した。同年11月に、荒木村重の無本が、明らかになると、9日、信長は、摂津へ出陣、滝川和松、明智光秀、庭長秀、頼高、 安藤森成、宇治家直重、稲葉一徹に荒木方の茨城城に対する付け城、大田郷取りでの不審命じられた。不審が完成すると、十四日、築城を行った七将と、武藤清秀、橋場秀吉、長岡藤隆に、有岡城の戦いの先人が命じられた。さらに頼高、長秀、賀茂う片秀と若狭衆は見、野村の用外に陣を構えた。また、 12月1日、大和田城の安倍に衛門は、小田方に寝返ろうとしたが、父と祖父が反対して天守に立てこもったので、2日、に衛門は偽って、頼高、厚地貞之の陣に銃撃し、父と祖父が安心して天守から降りたところを捕らえて、刑、に、人質として送り、3日夜、小田方に降って、信長から褒美をもらったということがあった。12月11日、 信長は村重が牢城する、伊丹城、有岡城の周囲に付け城を築くように命じ、長秀、頼高、賀宇氏里、高山右近、織田信高はその一つの塚口里の取りに在番した。この方位は年を越して長期に及んだので、信長は各地で高狩りを強じている。天正七年、1579年4月。 越前州の帰郷が認められるなど、伊丹方面で配置替えがあり、塚口里の取りは、長秀、頼高、宇宙里の参照となった。6月20日、信長は、伊丹城方院の数増、頼高、清秀、長秀、福富秀勝の5名に褒美として3羽2羽を与えた。9月2日夜、村重が数名の友だけを連れて脱出すると、 はずますの調略をきっかけに10月15日より、伊丹城の市場への猛攻が始まる。裸字色となった伊丹城は降伏を申し出るが、信長は拒絶した。19日、荒木方の武将が天ヶ崎城の村へを説得するために、伊丹城を退去し、祭司を人質として残していった。伊丹城は、織田信須が接収した。しかし、天ヶ城、 花熊城は投稿せず、12月には、祭司の敬語役だった荒木方の池田泉は人質を暗示、絶望して、鉄砲で自殺した。12月12日、信長もかわいそうだとは思ったが、村重の身内のものである祭司は、京都に護送させ、一方で、摂津国の有力者の祭司を選び出して、長秀、頼高、和松に命じて、張り付けにするように指示した。 13日、こうして集められた人質130名が天が崎で卓刑になり、以後、中級以下の武士の祭主として、女388人、男124人も処刑された。村重の身内の者は、16日、頼高は関与してないが、越前州の諸将を武行として、京都の六条河原野で処刑された。なお、この頃、 天正七年三月十三日に高槻城で病死した大津長春の性質を、頼高は妻として迎えた。このいない頼高は、長秀の四男、直政を養子に迎えている。天正八年五百八十年八月に、佐久間信盛、信江親子が高野山に追放されると、宿老の信盛が持っていた権限の一部を異常され、 泉国の支配権を預かられた。ただし、頼高は、庭長秀、織田信須と本願寺門徒が退いた大阪に入り、以後も、大阪で活動。11月26日、大阪の邸宅に、津田総久の見舞いを受けた。天正9年、1581年、2月28日の、京都大馬揃えで、庭長秀に次ぐ2番手として頼高は登場し、川内秀。 泉州、根頃州の一部、佐野州を指揮した。4月、泉で、堀秀政を武行とする検知が行われたが、牧尾寺の児相たちは検知で児領の一部が没収されるのを恐れ、村々を占拠し、目録も差し出さなかった。報告を受けた信長は不届きであるとし、児相全員を斬首し、同等を焼き払いと命じたが、21日、秀政は、軍勢で威圧して、 自宗八百洋を追い出し、自宗はちり散りに逃げ去った。五月十日、織田信伏頼高、秀でまさ、松勇敢、庭長秀は、無人となった牧尾寺の画乱を見分して、使えそうな部材を取り除いた後、同等、寺案、総房、教官に至るまで残らず焼却した。この天正九年頃に頼高は、岸和田城に移ったと思われるが、天正十年、 1582年1月頃には、泉半国を領したという小田新張も岸和田城を居城にしていたようで、両者の関係性は不明である。新張は1月に、最下に出陣した。2月13日、頼高は、野野村正重を最下表の剣士として、岸和田城に受け入れており、7月頃まで居城とした。公衆性伐では、同年2月9日、泉国は、 キーを警戒するように命じられ、信忠が高登城を落とすと、3月に信長が機内の軍勢を動員して出陣したのでこれに従うが、武田勝より、信とよや子は自害したため戦闘には参加せずに終わり、上諏訪に陣を敷いただけだった。同年5月、信長が四国攻めの総大将に参南、官兵信高を指名した際には、庭長秀、頼高、 織田信ぶの三名は、信孝の補佐として、よりきとされた。ところが、都会準備中の六月二日に、本能寺の変が起こり、信長が応死して遠征も、中止となった。この時、よりたは、岸和田城におり、五日、信孝と長秀が、明智光秀の女性であった信ぶを襲撃するのには、関しなかった。しかし以後も、長と行動を共にし、 秀吉が登場してくるとこれに合流。十三日、信長の戸倉合戦である山崎の戦いにおいては、信孝の敗下で出陣した。同年六月の清州会議において、対抗期ではより高に三万国の画像があったと書かれているが、史実かどうかは不明。七月十五日に、岸和田城に帰還した。橋場秀吉と柴田勝家、信孝らが対立した際には、 秀吉に味方し、天正期によれば、信高の居城である岐阜城を攻める軍勢に加わっていたという。天正十一年、1583年4月の静ヶ岳の戦いの後、泉国から越前国鶴ヶ軍へと違法となり、鶴ヶ五万国を与えられた。しかし当時の泉国の国高は約14万国もあったので、これは数えとは言えないものだった。同年5月、 彩福寺に宛てた金星では、では守ると署名しているので、この頃、受領名を受けたと思われる。天正十二年、1584年、小牧、長久手の戦いには、平1500を率いて従軍した。天正十三年、1585年、時期は必ずしも明確ではないが、おそらく7月の秀吉の関白宣言に際して、頼高も14に。 自重に助任されたと思われる。この時、秀吉より、橋場の死を与えられ、以後、橋場鶴ヶ自重を称している。同年8月、笹成政に対する富山の役に従軍し、天正15年、1587年の九州の役にも、5五百を率いて従軍した。天正16年、1588年、秀吉より、豊臣の姓を貸しされた。 同年四月の模様税天皇の呪略大名公では、関白、秀吉の行列に区分し、秀吉に忠誠を誓う起承軍の二十二名の国持ち、大名と共に、鶴ヶ寺重、豊臣頼高と署名した。天正十七年、1589年9月25日に死去した。軽死なく家は断絶となった。頼高は死に際して、秀吉に遺物として、 金30枚を新常したが返却されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。